はい、行きましょう。 It that の構文ですね。これも英語長文とかではすごいよく出てくるところです。なんでね、この英文解釈を通して基本を身につけていきましょう。まず一つ目、 It is feared that this bird will completely disappear。 この It that、 この that ということっていうのを訳すんですね。前から直訳していけば、それは恐れられているよ、ほにゃほにゃということが。何が恐れられているかっていうと、 This bird will completely disappear。 この鳥は完全に消え失せてしまうのではないかということが恐れられているよと。で、これはこの主語のとこが長いから一回一で置き換えといて後で説明するみたいな、そういう感じなんですね。それは恐れられているよ、ほにゃほにゃということがと。この that をほにゃほにゃということで訳すのが、すごいよく出てくるんでしたね。下も一緒です。It is necessary that、 それは必要だよ、ほにゃほにゃということは必要だよっていうことです。ほにゃほにゃということは必要だよと。で、何が必要かっていうと、 You should keep your word、 あんたはあなたの言葉を守る、保つっていうことですね。自分で言ったことを守ることは大切だよと。で、ここに主語があるからね、あなたはあなたの言葉を守るべきだということは必要だって訳しちゃったか人もいるかもしれないですけども、この主語は訳す必要ないですね。というのも文法のとこで何度も出てきたと思います。感情とか判断とか提案を表すざっと説の中では主導を使おうっていう、だから訳さんでいいんですね。これ文法上のルールでついてるだけなんで訳さんでいいよっていうことですね。ほにゃほにゃということは必要だよ、この necessary っていうのがこれ判断なんですね。判断を表すざっと説の中では主導っていうのを使わないといけないと。で、まあ、判断とか提案の時は、この主語は省略可能やねんけどもね、もちろんつけてもいいっていうことです。だこの主語がそういう文法的な意味でついてるんで、べきって訳す必要はないんですね。だから、あなたの言葉を守ることは必要だと。っていう風になってるんですね。次3番。これはもう決まり文句で覚えてもいいぐらいです。It is true that he is handsome, but he is stupid. 彼はハンサム。ということは真実だ。でも彼は愚かだですね、直訳者。で、この It is true that bad っていうのは、なるほどほにゃほにゃだが、点々点って訳すと綺麗なんですね。で、なるほど彼はハンサムだが、バカだと。っていう風になるんですね。でもう決まり文句で覚えてもいいぐらいです。4番もそうですね。It occurred to me that っていうのは、ほにゃほにゃということが心に浮かんだっていう、もう決まり文句で覚えといたらいいですよね。で、何が心に浮かんだかっていうと、He was the right man in the right position。 彼は正しい男だ、正しいポジションの中でも。だからそれを適材適所って訳してるんですね。彼は適材適所だということが、頭に浮かんだ、心に浮かんだっていうことですね。これも決まり文句で覚えててもいいぐらいです。で、下の3つはこれに似た表現っていうのがあるんですね。この5番目、 It is of no importance what you say。 で、ここはまあ直訳すると、It is of no importance。 で、この of tas 名詞は形容詞になるんですね。 of tas 名詞、of tas 名詞ですね。 of tas 名詞は形容詞になる。つまりこの of importance は important と一緒なんですね。それは大切だよとっていうことです。 no がついてるから大切じゃないよ、それは大切じゃないよ、 what you say、 あなたの言っていることは、で、あなたの言ってることは大切じゃないよということで、こういう訳になってるんですね。でも大事なのは、この what you say がさっきの that みたいな構文の代わりを果たしてるっていうこと。そしてこの what you say の訳、あなたが言ったことみたいに、what たことって訳すんですね。何よりこの of tas 名詞は形容詞の意味が出るっていうのも、文法でもよく出てくるんでね、ぜひぜひもう一回再確認しときましょう。ちなみに with tas 名詞は副詞の役割を果たすんでしたね。っていうのも、一緒に押さえておけばいいと思います。次6番、 It doesn't matter、 これももう直訳すると、それは重要じゃないよ、 How much time it takes、 どれくらい多くの時間がかかったかっていうのは重要ではないよ、というふうに、これはまたこの it はこの内容を指して後ろから説明してるんですね。っていう、もう上の it that 構文とほとんど一緒です。だから類似構文なんですね。だこういうのに慣れていこうっていうところです。7番ももう決まり文句で覚えてもいいぐらいです。 We take it for granted that、これはほにゃほにゃということを当然と思うっていう決まり文句ですね。何を当然と思っているかというと、 They will get married、 つまり、彼らが結婚することは当然だと思っているっていう風になるんですね。以上のようにね、この It that 構文というのは長文で非常によく出てきます。なんでね、ここから下基本問題があるんで、それを通してね、この一つ一つの英文解釈慣れていって、しっかり身につけていきましょう。